皆さんこんにちは。人気グループ YouTuber 東海オンエアの芝優さんとその妻で YouTuber の綾南さんが世間を騒がせている騒動、綾南さんの SNS での投稿から始まり、最初は夫である芝優さんもそれを止める様子がありましたが、状況が一変しメンバーへの罵倒や暴露を行い、視聴者から心配の声や批判のコメントが集まっています。芝優さんには精神的疲弊が見られ、病院に向かったことも発覚した中で、騒動関係者は会合を行うも失敗に終わったようです。そんな中で東海オンエアリーダーの哲也さんの妻である峯岸みなみさんがいよいよ今回の件について発言したことで注目を集めています。今回は峯岸さんの発言について東海オンエアの騒動とともに調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。人気 YouTuber 綾南さんがチャンネル登録者数700万人を超える日本屈指の人気 YouTube グループ東海オンエアのメンバーで夫の芝優さんに対し、絶対に離婚してやると突如離婚宣言をして、その後も止まらない暴走発言から始まった今回の一件。芝優さんは当初、お前これ以上喋るな、頼むから黙ってくれと投稿し、その後も河合直子さんのヒット曲喧嘩をやめてを歌唱するなど、妻をなだめる動画を公開していました。それに対し綾南さんは17日午前3時頃に、すっきりしました、ほんとすみませんでした、もう言いたいことありませんと X旧 Twitter に投稿。ところがその8時間後の午前11時に、7年の蓄積がこんな一瞬ですっきりするわけはなかったわと前言を撤回し、再び暴言投稿を再開。当初超人気 YouTuber 同士の公開夫婦喧嘩と思われた騒動は、綾南さんが非難の矛先を夫にとどまらず、東海オンエアのリーダーで元 AKB48 の峯岸みなみさんの夫である哲也さんに向けたことで思わぬ大騒動に発展し、重ねますが、本当にお前哲也が大嫌いです、お前の家族も全部壊れればいいと思います、お前が私を嫌う以上に私はお前が大嫌いです、金輪際お前を大事に思うことも許そうと思うこともありません、せいぜい後悔しろ。こうした SNS での発言が芝優さんの怒りの感情を暴走させ、芝優さんは SNS で罵倒暴露を行い、言葉の暴力の矛先は妻と哲也さんの双方に向けられることになりました。芝優さんは18日 X に哲也さんの局部が映り込んだ動画を投稿したほか、割と脱退の覚悟はできてきてますよとグループからの脱退についても示唆。さらには自身が綾南さんと出会う以前、綾南さんと哲也さんの間に肉体関係があったことを暴露しました。この夫婦喧嘩のきっかけは、芝優が仕事で多忙を極め苦しんだ原因が哲也にあると綾南さんが認識したことにあるようです。芝優さんと綾南さんは、綾南さんは18日に SNS で、母親をやり続けなければならない毎日、逃げたくても逃げられない毎日、それを人には見せてはいけないという地獄のような環境、良い家があって良い車に乗れて、みんなからしたら幸せそうで、けどそんなもんは見せかけだよとたまりにたまった恨みを投稿。一方の哲也さんも、家族も世間も巻き込んで離婚だなんだと騒ぎ立て、自分の言葉に責任を持たずに手当たり次第に感情をまき散らす、もうあなたと会話することは何もありませんと応戦。ここまで取り返しのつかない事態に収拾を図るべく、綾南さん、哲也さんをはじめとする東海オンエアのメンバー、そして双方の事務所関係者らが、メンバーの地元からほど近い名古屋で一堂に会し、19日に秘密の手打ち会合が行われていたそうです。話し合いの場に選ばれたのは、
週末には1泊10万円ほどする。開業から間もない超高級ホテル。メンバーらと居合わせたホテルの宿泊客は、派手な車から降りてきたメンバーらが続々とホテルに入っていきました。あやないがロビーを通った時には、有名人なのにマスクもサングラスもなし、顔を隠さず人を引き連れ堂々と歩くので、他の宿泊客からもジロジロ見られていました。部屋に向かうエレベーターはルームキーがないと動かないので、迎えなどの出入りが激しかったですね、と語ります。騒動の渦中で堂々と歩いていたそうで、かなりの覚悟を感じられますね。しかし会合が行われたそのホテルでも、夫婦とグループはトラブルを起こしていました。宿泊客によると、芝優さんがいた部屋からは、わー、うおー、などの叫び声が響いており、午後2時頃にはグラスを投げつけて割れるような音が聞こえていたそう。警察沙汰になっていてもおかしくないですし、他の宿泊客からすれば、せっかくの高級ホテルでの安らぎの時間も台無しにする迷惑 YouTuber ぶりが露呈しました。会合が失敗したことで、一部のメンバーは我関せずを貫いていると言います。まだ芝優さんの脱退も含めた今後の活動方針については話し合いを続けるも決まっていないようで、東海オンエアの所属事務所のウームは、今回の騒動を受け19日に当社クリエイターにより SNS でのコンプライアンス上問題のある発言や動画の投稿が行われました。多くの皆様に不快な思いをさせたこと、深くお詫び申し上げます、などと謝罪に追い込まれることとなりました。その中で注目されていたのが、哲也さんの妻峯岸みなみさんの過去の発言でした。峯岸さんは今年4月8日自身の X で結成10周年記念の展覧会東海オンエアミュージアムを訪れたと明かし、東海オンエアミュージアムにお邪魔しました。規模も歴史も愛され具合も全てが想像以上で、逆にふむふむぐらいの反応になっちゃったけど、改めてリスペクトが止まりませんでした。結婚するときに自分と誓った東海オンエアの活動に支障をきたすようなムーブはしないが、改めて固いものになった、すごいと投稿していたんです。この投稿が再注目されると、 SNS 上では人気 YouTuber の妻としての配慮に称賛の声が相次ぎ、これが影響力を持った芸能人と素人の差、自分の一挙手一投足がどのような影響を与えるのか、しっかり自覚してるよね。周りから愛される妻かどうか一目瞭然じゃん。あやなんは自分で自分の首絞めてることに早く気づいて、最強にいい嫁やん、などの声が上がる一方で、この峯岸さんの発言を称賛する風潮に対して、夫の YouTube 活動を最優先させることが果たして子供がいる家族にとって正しいことなのか、という指摘や、夫の友人から嫌味を言われる状況を考慮した方が良いとの声も上がっており、みっちゃんはもちろんとっても良い子なんだけど、今までずっと芝ユーモアやなんも我慢してたって考えると、二人とも精神崩壊した今を考えると、そのやり方が正解だとは思えないな。峯岸みなみちゃんがいい子なのは間違いない、素敵な考え方だと思う。でも峯岸みなみちゃんとあやなんは置かれている状況が違うから、それに比べてあやなんはってなるのは違うと思う、といったコメントもありました。そんな中、峯岸さんがとうとうフジテレビの深夜の生放送番組オールナイトフジコ内で今回の件について言及場面がありました。10月20日の放送でレギュラー出演する女子大生富士光図に新加入した2期生坂本優奈さんが、とにかく明るい、どんな悩みも一言でポジティブにできると紹介され、落ち込んでいる人を元気にできるとのことから、家中の峯岸さんが突然指名され、え、私落ち込んでますか、そんな風に見えますかと慌てつつも、ちょっとだけ周りがざわざわとしてて、
自分ももらっちゃって最近元気がないなって感じなんですけど、どうやったら元気になれますかねと真面目に相談。坂本さんから、そもそも注目されること自体すごく貴重な機会だから、この時に峯岸さんの可愛いお顔の写真を載っけるとアドバイスされると、さすがバラエティで修羅場を越えてきた数の違う峯岸さんは、あ、ありがとうございますと笑顔でポーズ。問題が解決したように振る舞うも、共演するお笑いコンビさらば青春の光の森田哲也さんから、それだけであの問題は解決せえへんとしっかり突っ込まれていました。この峯岸さんの対応に、さすがこういう場を慣れてるだけあってプロだよな、雰囲気を壊さず笑いに変えて騒動が気になっている視聴者も楽しませてる。あやなん似てるとか言われてるが、やはり芸能人峯岸みなみさん花あるし可愛い、全然レベルが違うなどの家中の人物でありながら、番組や関係者に配慮された対応を見せつけたことで称賛するコメントが多く上がっていました。芸能人とあくまで一般人という差が浮き彫りとなりました。 YouTuber という職業が憧れの職業からも消え、低迷している中での今回の騒動に、今後峯岸さんは夫をどのように支えていくのか要注目です。今回は峯岸さんの騒動についての発言についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。